ここは標高1300メートルです。そして、今回のテーマはサウナ。あの名称が若返るといった話題の場所です。上田支社の庄中記者に聞きます。庄中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは今撮影しているこの場所の紹介、はい、お願いします。はい。ここは上田市の菅平高原にあるホテルゾンタックという宿泊施設です。木造で三角屋根の温かみのある少し大きめのコテージがいくつも並んでいます。こうしたあの建物のスタイルをシャレースタイルといって、スイスの山岳地帯などでよく見られるもので、いつもここに来るたびに僕はすごく心惹かれるというか落ち着きますね。じゃあゾンタックっていうこのホテルの名前もスイスの言葉なんですか？スイスであの使われているドイツ語にゾンタックという言葉があって、それは日曜日ということを意味するそうです、うん、今回のあの話題はサウナですよね、はい、あの後ろ、はい、この後ろにあるんですけど、ちょっとここからは見えないんですが、ここに、サウナが今年できたばかり。そうなんです。はい、実際どんなサウナかというのを庄中さんがあのさっき撮影してくれましたので、一緒に見ていきたいと思います、はい、なんか芝生の隣に立ってますね。そうなんです。ゾンタックはあのメインとなる建物の前に、うん、サッカーやラグビーができる芝生のグラウンドがありまして、うん、その脇にコンテナ式のサウナが今立ってるんです。これまだできたばっかり。今年の5月半ば合宿が始まる数日前に完成したということでした。とある合宿のギリギリ間に合うように完成させたと。そうだったんです。窓があって広いですね。これ広さどのくらいあるんだろう。ラグビーのガタイのいい選手が8人から9人ぐらい入っても余裕があるぐらいの広さだと聞いてます。温度も特徴があるんですか？一般的なサウナは80度から90度ぐらいということなんですが、こちらゾンタックのサウナは110度120度ぐらいまであの温度が上がるということです。じゃあかなり高温になるっていうサウナなんですね。そうですね。外を見てみると、水風呂、これもありますね。水風呂は実は練習を終えた選手たちが、まあ、リフレッシュをするために設けられてたんですけれども、5月にサウナが新たにできたことによって、サウナに入って整うというか、サウナとセットで選手たちが利用できるようになりました。ありがとうございました。じゃあこのサウナが できるまでの裏話を教えてください。エディ・ジョーンズあのヘッドコーチは菅平で合宿を開く前にたびたび菅平高原のゾンタックを訪れてまして、オーナーの松浦さんと何度か打ち合わせをされた際に、ゾンタックにサウナがあるとよりいいねと耳打ちされたようで、それを聞いた松浦さんが東京からいらっしゃった建築家さんに頼んでサウナを急ピッチで作ることになりました。エディさんというとあの日本代表の、はい、ヘッドコーチですよ ね。じゃあ合宿っていうのも日本代表の合宿ですか？今回の合宿はですね、厳密に言うと日本代表の候補になりうる選手たち、うん、だから今回非常にあの若手が多くて、うん、ラグビーでは国際試合に出た回数をキャップというんですけれども、うん、キャップ数が本当に少ない選手たちが今回あの菅平で2週間研鑽することになりました。じゃあこの5月にできたばかりのサウナは、その代表候補の選手たちが、まあ、初使用というか、うお披露目の場に、サウナのお披露目の場になったということなんですね。庄中さんの合宿中のエディさんにサウナについてもインタビューしたんですよね。そうなんです。日本語で新しいサウナは最高と言ってらっしゃって、で110度、さらに10歳若返った気になると。で2週間の合宿が終わった時には45歳になっているというふうに話してらっしゃっててお茶目な人柄が出てるコメントなのと思いました。本当にじゃあゾンタックがもうこの合宿のために作ったサウナ、はい、エディさんも大変お気に入りになったっていうことですね。そうです、その通りですね。エディさんとゾンタックの縁なんですけど、はい、そもそもはいつぐらいから始まったんですか？エディさんがあのラグビーの日本代表のヘッドコーチになる以前に、うん、トップリーグ あのサントリーでもヘッドコーチをしてらっしゃいまして、うん、その時にはもうすでにあのゾンタックを利用されてたことがあって、
もうかれこれ15年ぐらい、それくらいに少なくともなると思います。エティさんがヘッドコーチ降りた後、はい、あのその日本代表の合宿地、うん、宮崎に移りますよね、はいはい、この時このゾンタックのオーナーはどうしたんでしょうか。オーナーの松浦さんは宮崎にまで実は視察に行ってらっしゃるんです。まあ、宮崎行って驚いたのは、ホテルがあまりにも立派で、確か20階か20何階のシーガイアですかね、ハネムーナが使うようなホテルに、でかい部屋に選手が2人ぐらいで、使って、もうその差は歴然としていまして、まず施設、建物、客室、その他、まあそうですね、あのグランド屋なんかはね、まあ、菅平いいとこいっぱいあったんですけど、ジムも含めて、客室があまりの差に愕然としたというか、差もありなんと、思いまして、すごすごと帰ってきたと。9年ですかね、日本代表が来なくて、まあ、9年前にエディさんがいた時のいろいろと体育館、トレーニングジム、その他あのものをいくつかこうお話しされたのを一つ一つ、まあ、思い出してというか、まあ、こんなことやったらいいのかなと思いながら、まあ、日本代表はもう無理だと思って施設は作っていたんですけど、まあ、今回、まあ、割と施設面でね、評価いただいて使っていただきました。キザですけどやってみたら当たっちゃったといや本当ですよ。まあどうしても日本代表はね、もうあのシーガイア見て、あもう無理だなと、だそこに落ち着こうという気はなかったですね、うん、そのトレーニング施設があっての最後耳打ちがあってサウナ作られたっていうことなんですね、はい、そういうことです。このゾンタックってラグビー選手以外も泊まれたりするんでしょうか。はい、あのラグビー選手だけじゃなくて、かつては J リーグのチームだったり、あるいはなんか大学の陸上のチームだったり、それから、ま、自衛隊とかだったり、一般の方も泊まることができます。料理もなんか美味しいんですよね。そうなんです。愛知万博で腕を鳴らした海外のシェフが、うん、あのこちらで、丹精込めた料理を毎日作っていらっしゃいます。じゃあ料理も楽しみに、うん、ぜひあの見てる皆さんもサウナと料理、そしてねこの菅平の夏も涼しい環境をぜひ求めて、ホテル泊まってみてはいかがでしょうか。信州長野県の話題を柔らかくお伝えするそうかもしんまい、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。